ジャック・ワグナーは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身の俳優である。1959年、ミズーリ州ワシントン郡に生まれる。学生時代はゴルフに熱中し、プロゴルファーになるか俳優になるか悩んだ末、俳優の道を目指す。ちなみに、ゴルフの腕前は、シングルプレイヤーで、アメリカ国内のゴルフ好き有名人が腕を競う。セレブリティクラシックでも2度の優勝経験がある。 1984年よりアメリカの人気メロドラマジェネラル・ホスピタルにフリスコ・ジョーンズ役として出演。一役人気者となる。また、歌手としても同年秋にリリースしたシングルオール・アイ・ニードがビルボードのホット100で最高2位まで上がる大ヒットを記録。ちなみにこの時の1位はマドンナのライク・ア・バージン。その後も俳優としてメルロース・プレイスなど 多数の人気ドラマに出演。同作品で共演した女優のヘザー・ロックリアと婚約するも後に解消。同じく共演者のシャドー・スティーブンスがホストを務めていたラジオ番組アメリカントップ40では彼が休暇の時に代役でホストを務めたこともある。私生活では女優のクリスティーナ・ワグナーと結婚するも後に離婚。クリスティーナとの間に二人の息子。 クリスティーナとの結婚前に交際していた女性との間に娘が一人いる。ありがとうございます。